9220番です。なんか今日も休みの日とかぶってるのでたくさんの人がいらっしゃいます。前回私何番だったんでしたっけ。150番ぐらい。でもあれですよね、窓2座れたんですよね。でも今回の私の目標あるんですよ。2個ぐらいプランがあるんです。後で聞いてください。はい、これね、もう終わったよ。もうあの全てのプランが台無しになるほどの番号でした276番。どうしよう。え、正直ちょっと練ってたプランどれも当てはまらない感じになっちゃったので、もう一回考え直したいと思います。にしても3連休の最終日は人が多いです。ここまで悪いと思わなかったんで、今日の私のプラン的には、打とうと思ってた台は本当はですよ、化け物語なんですとか、まあ、それに座れなかったとしても何かしらの角台、まあ、機種と機種の境とか、じゃあそれ以外でも対応できるようにちょっと機種を見てるんですけど、もう完全にまた趣味打ちになってしまうかもしれないですけど、バラエティコーナーにも早くも駆け込もうかと思っております。でもね、前回前々回とバラエティコーナー見てなかったのがちょっと勉強不足ですね。2大構成バラエティに関してはちょっと完全にノーマークすぎて、まさかそこを狙う日が3回目で早くも訪れてしまうとは知る由もなくなので、そこら辺ちょっとノーデータなんですよね。逆に今回私がバラエティを打つことによって、そこをも視野を広げて見ることができるので、先行投資みたいな感じで頑張ろうかな。おはようございます。おはようございます。お、繰り上がった。211番になりました。やっぱさすがにそうか、狙い台を取れないと諦める人もいますよね。もう結構人が、あ、埋まってる、埋まってるよ埋まってる。またラブジョー、またラブジョーはないな。もうこの間にもだいぶロスってますが、今多分400番ぐらい、300番ぐらい。ラグランジェ取られてる、取られてる。あった、もう1台ありました。ちょっと2台あるうちの1台はもう埋まってたんですけど、このラグランジェで最初は頑張りたいと思います。では化け物語取れなくてですね、ラグランジェを打つんですけれども、まあ、打とうと思ってた機種なので頑張りたいと思いますが、ちょっと前回前々回とバラエティーコーナーはちょっとノーマークだったので、今回はその、まあ、リサーチも兼ねてですね、バラエティーからスタートしたいと思います。頑張ります。ガックンいきますよ。ガックンしてない。昨日プラマイプラス500枚ぐらいで終わってるのかな。ラグランジェは結構昔に打ってましたけど、ただこう懐かしく思って打ってるに等しいですね。賞賛があって打ってるわけではないです。あ、全長が、きっと200台入ったんだろうなっていう感じです。お、あら、まさかの違いました。ラグランジェ3、今レイアク確率5分の1。あー、幼稚園なのに。着地、あー、何も起きず。継続は、あー、すごい。
チャンスゾーン入るだけ全然マシですね。本当に入らない台はとことん入らなくてかなり苦戦するんで、もし据え置きだったとしても結構初当たり置きのいけてるっぽいんで、強チェからのスイカ、スイカにも結構設定差があるんですけど、クネモードスタート、熱いパターン、2個だった、普段見ないから、あ、でも戦ってる内容は一緒ですね。チャンスアップあり、おー、よかった、当たりました。ということで246ゲーム通し10本ですね、当たりました。怖い、あ、よかった、昇格だ、あるよ可能性が、持ってないな、あー残念だな、もうあとは7ぐらいに期待するしかない、ラッキー、70枚、スイカください、また70枚、やばい、お、すごい落ち着いてますけど、すごい喜んでます私、変な香り、あー揃った、ちょっと驚いてる、なんか私7って2回しか揃わないものだと思ってるので、でも頑張った、450枚です、450枚あったら上乗せできるでしょう、
10分の1のうちに、なんとか。ああ、結局行かなかった。さっき7が9回揃ったのは幻じゃないですよ。あれは揃った。ちょっと次の当たりこそは頑張って輪乗せします。めちゃくちゃ新基準打ってる枚数ですよね。見えます？新基準打ってるみたいでしょ、枚数だけ見たら。違うんですよ。ここまでのチャンス本当に上手に活かしてたら、私初回みたいにいっぱい出ると思うんですよ。いかんせん全部減ったっていうね。出たー、必要。よし、さっきの強制をここで、もうこれを逃したときでかいよね。まだ1回もレアヤックを受け取れません。サッカー何回外してるんだろう。あー、やっと当たった。長かった。投手17本452ゲームです。あ、よかった。ちょっとレギュラーじゃなくてよかった。逆にあれで当たらないんだったらもう当たらないっすよ。ちょっともう分かんないやー、当て方が。誰か教えてください。あ、一応96ゲームお願いします。あ、よかった。焦った。じゃあもう次は頼みます。
怖い。怖い。40枚。終わりです。上乗せは40枚でした。お願い。よかった。もう結構時間的に厳しいかも。赤です、赤です。赤結構上じゃない？何パーセントだったっけ。まあいい、気にしない。あんまりねパーセンテージにこだわると意識して負けちゃう。怖いよー。
高だったけど、あ、よかった、セーフ。素直に揃ってくれればいいのに。あー、よかった。怖い怖い。おー、行ってよ。あ、震えてます
残り805枚になりました。あ、久しぶりに来た。3.5 か。おっとちょっと後半戦はいい感じです。よかった。よし、箱使える。終わってしまいました。120枚、青だってね。スイカを拭くイメージはできてるんですけど、いけないですね。青、やだ、来ちゃった。ここでまたスイカを引けば、あ、お下段。綺麗に終わりました。250枚。ちゃんとうまい具合に噛み合わせが良くなってきた。お、マジか。10分の1からだよ。おー、2分の1。楽しい。そう、うまい具合にできてるな。店内リポートしていきたいと思います。 すごいな、せいや。
もうせいやはねちょっと確定室見てるわけじゃないから出玉でちょっと判断するのは難しいところありますが、半分近く出てますね、箱使ってますね。いや番長やっぱり2分1ぐらいあるんじゃないですか。結構飛び飛びですけど、やっぱり飛び飛びですね、出てる。でやっぱり読みがこうバッチリなのは角、角こちら角のバッチリ、後ろもですよ、ハイスクールオブザデッド、こちらの寝台も角台出てます。で窓マギ見ましょうね。今日いつもよりすごい、ちょっと私もちょっと居残りしたんですけど、いつもより別済みの人がいっぱいいる。コーノギアス、セイントセイヤ、窓マギ、ちょっと絞り込めないな、まあ、窓マギは安定してやっぱりここの円形のところは出てるんですけど、すごいすごいですね。やっぱ出してる人は5箱6箱普通に出してますから、並びで、あその隣も並びで、並びで、すいません、ちょっとまとめられそうにもございません。こっち窓図、窓図、稼働、稼働に、稼働は出玉はね一回流してしまうともうわからないんですけど、窓通も入ってますね、まあ、出玉的なものを見てみると、まあ、窓通よりは初代の方が入ってるかなっていうのはありますけど、やっぱり安定してやっぱ角の窓巻き入ってますね、初代も2も。外線もこんな感じです。おお、すごい、ギルティークラウン、ではですね、ちょっと店内の出玉状況をまとめたいと思うんですけれども、率直に言いますと今回でビッグアップル秋葉原店さん3回目なんですけれども、過去一出玉が多い日だと思います。で、やっぱり安定して角台の方はですね設定が入ってる感じですね。引きとかの感じではなく、多分安定して毎回角台は使ってるっていうイメージなのと、なんだろう、全体系というよりかは前回は、まあ、一島に1台あるかなぐらいだったんですけど、今回はもしかしたら2分1ぐらいやってるんじゃないかなっていうぐらいの出玉の勢いだったので、ちょっと絞りきれないですけど、前回よりもかなり設定配分はいいと予想してます。3連休の最終日なのにちょっとここまでの出玉は想像してなかったので、ちょっと驚いております。で、私が打ってたバラエティーコーナーもなんですけど、やっぱり角台出てましたし、設定を見込めて、実戦に挑めるということで、番号が悪くてもうまく立ち回れる感じでした。実戦終了です。お疲れ様でした。今日はですね、なんと1時間ぐらい居残りしました。ハッピータイムでございます。さて今回で3回目のデカリンゴマイスタービッグアップル秋葉原店さんにとお届けしました。今日の実戦振り返らせていただきますと、ラグランジェ、こちらの機種を打たせていただいたんですが、今回は初のバラエティーコーナー来ました。でラグランジェ投資が987枚、回収が3375枚ということで、前回はまあ残念な結果に終わってしまいましたが、今回は無事白星という形で終わることができました。いや今回はですね3連休ラストということなんですけれども、正直3連休最終日ちょっと予想してたのは、ちょっと控えめな感じで来るんじゃないかなっていう勝手な予想だったんですよ、まあ、ちょっと14、15の出玉の、まあ、感じを見てなかったので、まあ、そこは何とも言えないんですけども、私がこうお店の方だったらっていう言い方はおかしいと思うんですけど、16日は皆さん頑張ってくださいね引きでみたいな感じになるかなと思ったんですが、もう想像をはるかに超えていきました。
過去3回で一番出玉が見れた回だったんじゃないでしょうか。もちろん、メイン機種の窓マギもいつも以上に盛り上がってましたし、やっぱり安定の稼働台、そしてどの機種を取ってもですね、1台以上ではなく2台3台もう多分余計でやっぱ半分ぐらい入ってたんじゃないかなといった感じで、本当にお祭り状態ですね。で、私も結果もちゃんと残せたので、次回番号が悪くても違う立ち回り方も今回自分が身をもって証明できたので、番号が悪い方もですね、ぜひ諦めずにバラエティーコーナーの方にも足を運んでいただければなと思います。ということで、今回のデカリンゴマイスター無事しとばしで終われますので、次回も連勝を目指して頑張りたいと思います。ということで、本日もですね、デカリンゴマイスター最後までご視聴のほどどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。